翼を持つ者、まさかこんな場所で会うなんてね。レイン、ああ、みんな、やっと会えた。レインちゃんも無事でよかった。ああ、これで全員と合流できたな。レインさん、この人とこんな場所で何やってるんですか？どう見てもダンジョンの中でお茶してるようにしか見えねえな。実はこのダンジョンのボスに一人で挑んだんだけど負けそうになっちゃって、このプリキライターさんに助けてもらったんです。こんな場所だが一息つくのも悪くないかと思ってね、お茶をご馳走していたんだ。まさかあなたが来ていたとはな。こちらも驚いたよ。神聖ネガビのメンバーに赤の王とその従者レパードじゃないか。レイン、あんたやっぱり秘宝を取りに来たの？うん、この異常事態できっとキリト君たちはダイブし続けるって思ったから、私にできることってなんだろうって考えて。レイン、頑張ったわね。あんたの決心があったから手に入れ、ありがとう、みんな。それはこっちのセリフだよ、レイン。レイン、頂上決戦をするつもりだったのに、あの塩らしさを前にしちゃ。ニコもレインの可愛らしさを見習った方がいい。そうだね。んだと？春雪、てめえ今同意したろ。え、あれ、思わず心の声が出ちゃった。もっとマシな弁解はねえのか、てめえ。相変わらず騒がしいわね。あの、ブリキライターさん。なんだい？君はシアンパイルだね。どうしてこの姿で僕たちがネガネビュラスのメンバーだと分かったんですか？そうだね。それは私が君たちのテイムするビーングさんと別の意味でハイエストレベルを知るものだから。それはどういう意味でしょう？ブリキライター、我々のこの姿は。別に気にしないさ。私はただブレインバーストの探求を続けるうちにここにたどり着いただけ。現実世界の君たちの姿を詮索する気もないし、他に喋ることにも意味を感じない。そうか、そう言ってくれると助かる。あなたも共に来るか？いや、やめておこう。ただこの世界にはもう少しとどまるつもりだ。そうか、ではまたの機会にな。あのブリキさん、ありがとうございました。君も達者でな。君たちが通ってきたワープゾーン、詳しいことは専門家に聞くといい。
よう、ワコード。ロマン、追いかけてるかい？また新しいワープゾーンが出現してたぞ。ざっと見て、全部で6箇所だ。ワープの行き先？まだ全部は見てないが、一つは北のオアシスのある島につながる経路じゃないかと。あそこには障壁があって、空から行けないからな。おっと！行くなら気をつけろよ。だいぶ前だが、アバター同士の大激戦があってな。相手は水を扱うやつと、そうだな、ちょうどあんたたちと一緒にいるような青い兄ちゃんと緑のお嬢ちゃんだった。激闘の末、彼らはどこへ姿を消したのか。ねえねえ、今の人が言ってた雷の女アバターってさ、あの人のことかな。チューリー、心当たりがあるのか。うん、パープルソーンっていう七王の一人が雷を扱うんだよ。じいちゃん、キリトさんには敬語を使いなよ。僕たちは中学生だけど、キリトさんたちは高校生なんだから。へえ、別にいいじゃん。俺たちは別に気にしないが。僕もそういうのは気にしないかな。リアルのしがらみから解き放たれるのが。そうそう、勇気は話がわかる。そうは言うけどね、ちいちゃん、仮想世界とはいえ先輩後輩の関係性は重要だよ。じいちゃんは特に戦闘面はもっと強化した方がいいでしょ。せっかくこれだけ強い仲間が揃ってるわけだし、この機会に。もうたっくん、たっくんは確かに私の親だけど、だからって口うるさく言い過ぎだよ。え、僕はちいちゃんのために。まあまあ、チューリー、誰かのためか。僕たち後輩バーストリンカーのこと一番考えてくれてたのって。そうだな、アキラはレジェンド級エネミー、通常フィールドでずっと用心棒として。アキラ、まだ見つかっていない最後の一人、アクアカレントのことだよな。はい、なのです。先ほどの話から推測するに、アキネーが関わってる可能性が高いのです。アクアさん、アキラ
タク？誰だっけ、その人。え？タクムくん、チユリくん、一体どうしたんだ？二人とも大切な仲間を忘れちゃったの？おいおい、おめえらのレギオンの先輩だろ？あ、これはまさか。アクアさんのメモリリーク？何なんだそれは。なるほど、自分に関する記憶を一時的に消すか。なんだか想像つかないね。アキラさんが理由もなく仲間にあの新技をかけるなんて考えられませんよ。きっと何か理由があるんです。ねえねえ、あの二人、タクムとチユリはどうして席を外させているの？メモリーリークは消すというよりもロックをかけているだけ。無理にロックされた情報を伝えると精神的な負荷をかけることがあるからですよ。なるほど。オール、私の家庭行ってもいい？おう、パド、教えてくれ。アキラはこの ALO にはもういないふりをしたいんだと思う。彼女はこの世界で七王の誰か、おそらくパープルソーンと戦い、そしてもしくは勝てないと判断し敗れたふりをした。紫の王がアキラがいないことで安心している隙を狙っていると考える。自分が生きているという事実を完全に消すために一緒にいたチーとタクの記憶をロックした。どう？確かにそれは筋が通っているな。はい、なのです。アキ姉がまさに考えそうなのです。なるほどな。じゃあ俺たちも何も知らないふりをしておけばいいんだな。イエス。わかった、じゃあそれを念頭に置きつつオアシスの島を目指そうぜ。そのお出迎えか。キリト君、さっき通ってきたワープゾーンが消えちゃったよ。
こいつを倒さねえと戻りも進めもしねえってわけか。とっとと片付けちまおうぜ。Thank you.
よっしゃー、ビクトリー。うるさいですよアッシュ。見て、新たなワープゾーンが出現したよ。今のボスが守っていたんですね、オアシスの島への。みんな、ソーンとの戦いは近いぞ。